バンキア本社が入るマドリードのプエルタ・デ・エウローパ。バンキアは2010年12月にスペインの7つの貯蓄金庫が統合して設立された金融コングロマリットである金融貯蓄銀行の銀行子会社である。2019年現在、スペイン銀行によるシップと名付けられた金融モデルを通じてのスペインの貯蓄金庫制度の再編の重要性が叫ばれ、2010年、Cajaマドリードとバンカハが経営統合をすることによって金融貯蓄銀行が創設され、そこにラカハでカナリアス、カシャライエターナ、カハリオハ、カハアビラ、カハ、セゴビアなどの小規模貯蓄金庫が加わった。この経営統合はCajaマドリードを中心に行われ、3400億ユーロの資金と金融再生整備基金から44億6500万近くの支援を受けて行われることになった。2010年12月3日に金融貯蓄銀行は設立され、2011年1月1日から業務を開始した。同年3月2日、スペイン国内の7貯蓄金庫の統合で誕生した同社の業務用の名称、バンキアを発表。7貯蓄金庫の統合は2010年の7月3日に調印が行われて、わずか4ヶ月という短期間で実施に移された。この統合はフュージョンフリアと言われるシップモデルとして実行された。2011年3月7貯蓄金庫の各取締役会において資産と負債のバンキアへの移管、新称号への変更、社会事業の継承、所有建造物の登記変更などが承認された。シップモデルを構成する全参加貯蓄金庫がバンキアの称号で事業を行うようになった時に、Cajaマドリードの金融機関コード2038を引き継いでいたバンキアに民間銀行に割り当てられた金融機関コード0099が与えられることとなった。そしてその時同時に金融貯蓄銀行の各支店コードが新たに設定されることとなった。2012年5月、スペイン政府は経営難に陥ったバンキアに支援融資を行い部分的に国有化した。2012年5月25日にバンキアは190億ユーロの緊急援助を要請した。これはスペイン史上最高額の救済要請であった。新会長のホセ・イグナシオ・ゴイリゴルサーリは2012年5月9日まで務めた前任者のロドリゴラトが発表した3億2800万ユーロの利益と比較して43億ユーロの損失を報告した。ありがとうございます。